はい、どうもスタドラです。今回は弱体化したホライゾンの評価と使う上で唯一気をつけなければならないことについて話していきます。ホライゾンのリフト弱体化で今までとどう変わるのか気になる方や、今後使っていく上でここだけは注意しなきゃいけないっていうことを話していくので、ぜひ参考にしてみてください。前半修正内容やそれによる影響を話していって、後半実際アップデ後に使ったランク解説になります。では本題に入っていきます。ついに来ましたね、ホライゾン弱体化。まああれだけ強いって言われてたんで、さすがにどこかのタイミングで修正は入るかなと思っていたらこのタイミングと。内容としては3つあって、1つ目がリフト中の武器の精度が減少しましたと。で、2つ目が上昇速度 20% 減少で、3つ目がリフト頂上のホバリング時間が2秒から 0.5 秒に短縮で、じゃあ先に結論を言っちゃうと、この弱体化を受けて今のホライゾンがどうなのかっていうと、まだ最強です。ギリギリ使えるとかそういうレベルじゃないです。キャラの中で一番強い。まあ理由はいくつかあるんですけど、リフトを抜きにしてもキャラコンとか着地硬直がないっていうのがまず強すぎるんですよ。今パッドが多いって言われてて、単純なエイムでは差がつかないと。ただホライゾンだと近距離撃ちながらパッドでもある程度曲がることができるんで、使ってるだけで 1v1 が有利になります。ランクは極端にエリアムーブするパーティーが、まあ最後までめちゃくちゃいっぱいいるとかじゃなければ、基本的に 1v1 性能が大切になります。で、しかもリフトを使えばパーティー全員で高所に移動することができるんで、上がってる最中に撃てなくなったり、まあ回復ができなくなったとしても十分強い。で、このリフトに対する3つの変更内容のうち、まあ一番大きいのは上昇速度が 20% 減ったっていう部分ですよね。残りの2つは正直そんなに気にならないです。リフト中の武器の精度が悪くなったのは、まあおそらく今ってリフトで浮いてアサルトライフルとかを撃つと、前ほどまっすぐ飛ばなくてもある程度 4,5 発くらいは当てれたんですよ。だから激ロの状態で逃げたり遮蔽に隠れてる相手を倒しきるみたいなことは可能だったんですね。それを対策したものかな。で、3つ目のリフト頂上でのホバリング時間が減ったっていうのは、おそらく浮いてる最中のバッテリーを対策するものですね。バッテリーは巻くのに5秒かかるから、リフトを使って回復するときに頂上での時間が 1.5 秒変わるっていうのはちょっと痛い。ただ今までもリフトの頂上で2秒耐えるみたいな人はそんないなくて、1回降りて2回目乗りに行くって感じだったんで、めちゃくちゃきつくなるかって言われると、まあそんなことはないんじゃないかな。で、最も重要な上昇速度 20% 減少、これによって何が起こるかっていうと、まあ単純に浮いてる最中に撃ち落とされやすくなります。ただここで勘違いしないでほしいのが、横移動の速度は変わりません。なんでいきなり近距離 SMG のワンマガで落とされるみたいなことって、まあほぼないです。これが左右の移動速度まで下がりましたとかだったら簡単に当てれるんで強いとは言えなくなるんですけど、ただでさえ近距離の SMG ってウィングマンみたいな横に素早いレレレをされるとワンマガでは落としにくいのに、そこにちょっと遅くなったとはいえ縦の移動が加わってるんで、まあよっぽど近いかよっぽど上手くない限りは被弾が増える程度ですね。で、この状態だと今までとそんなに変わらないように見えるんですけど、このアップデで唯一ホライゾンがきつくなった場面があって、それが中距離アサルトライフルで狙われた時にリフトで逃げるのが難しくなりました。まあどういうことかっていうと、近距離の SMG はそもそもワンマガが難しいんで、そう簡単に落とされることはないんですけど、中距離のアサルトって当てやすいじゃないですか。今まではリフトの速い上昇速度と横移動でアサルトもある程度かわせていたんですけど、この速度のリフトだと避けれません。意外なことに被弾が増えるのは中遠距離です。なんでもし中遠距離で削られて遮蔽まで距離があるからリフトを使いたいってなったら、もう極力高さを抑えて落下の勢いで遮蔽まで入っちゃうか、
もう純粋にリフトはフェイクとかに使って素足で入るかの方がいいです。まあとはいえね、ホライゾンまだまだ最強キャラだと思うんで、弱体化の影響を受けないためにも中距離の被弾を減らすように立ち回ってみてください。ここからはランク解説になります。初動は取れてないんで、ジャンプタワーで飛んだ後からですね。この建物に一人入ってくのを見てるんで、入ったらすぐ左右を探します。左側にクリプトが張り付いてましたね。で、味方もおそらく近いと思い、カバーが来て撃たれる前にこっちから探します。そしたらワープのところから撃ってきてたんですけど、スキャンで3人映ってるんで、これは別パーですね。一人落としてそのまま前に詰めます。今シーズンはカービンを弱いっていう人が多いんですけど、自分はね、まだまだ強いと思ってます。特にパッドだと、リコイルが難しい武器はまっすぐ飛びにくいんで、簡単なカービンは使いやすい。で、さっきのパーティーを二人倒して、ワープでリフトまで飛んできたら、坂の上を取られていて、ずっとプレッシャーをかけていたら、別パが上に仕掛けてて、元いたパーティーが下ろされてますね。で、この横は登れず、降りてきた残りの味方も狙います。結構削ったんで最後の人もやりきりたかったんですけど、このパーティーがなんで下に降りてきたのか思い出す必要があります。そう。上に別パがいるから。今のとこを無理に前に詰めたら、上からボコボコにされてますね。で、今、自分はバンガのウルトを食らっていて、上の相手に味方のスキャンも通ってるんで、相手目線、こっちを覗きにくい、かつ、詰めてくるとは思わないはずなんで、あえて上がります。そしたら完全に引いたんで、下にいる相手を狙います。ブラハは味方が倒しきってくれているので、残りはポータルを引いて逃げたレイスですね。ある程度漁って準備ができてから追いかけます。ああいう大きな坂の上と下みたいに、圧倒的不利なポジションから詰めるのって難しいんですけど、タイミングやスキル次第では狙える時もあります。で、そのまままっすぐ行ったら、家の屋上で撃っているパーティーがいたんで、リフトで横から狙います。これができる時点で、ホライゾンは、まだまだ強いですよね。味方二人が奥の扉から行ってるんで、自分は手前の扉からダウンしない程度にプレッシャーをかけます。一人側は狙われやすいんで、注意しましょう。で、最後、今のパーティーを倒し切ったら、ラストの部隊が仕掛けてきたんで、戦います。まず、手前の人が上がってきたんで、みんなで撃ち合い、ある程度削ったタイミングで味方の方を見たら、なんともう一人上がってたんで、この人を倒し、前の二人も結構削ってるんで、回復の時間を与えないように倒しに行きます。本当は扉の裏で回復してると思って、ウルトの準備をしていましたが、一個奥にいましたね。さっきのヒューズに対するカバーの意識の高さから、まあおそらく、上手いプレイヤーなんじゃないかと思って、慎重に戦ってます。ここは打ち返されなかったんで、そのまま登ってパスを落とし、ラストはヒューズですね。パスの向かっていた方向的に、2階の中にいるのは間違いないと思ったんで、右を確認してから、左側で打ち合って、GG と。まあこんな感じで言うまでもないんですけど、ホライゾンは、中遠距離で弾を避ける時のリフトだけ注意すれば、まだまだ強いんで、弱体化の影響に負けず、皆さんもぜひ使ってみてください。何か質問等あればコメントでお待ちしてます。この動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録、高評価をお願いします。では今日はこんな感じで終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。